中国地方は日本の地域の一つで本州西部に位置する地方。人口最多及び最大の都市は広島県にある広島市。中国地方という呼称の由来ははっきりしていない。日本神話に吉原、中国、または豊か吉原、中国が日本全体の名称として登場している。一説には古代、畿内を中心に両性国を 金国、中国、縁国に区別したとき、この地方のほとんどが中国に相当したからだとされている。表記、発音ともに等しい中国と区別するため、他の日本の地域とは異なり、地方を省略することは現在では少ないが、かつての日本では中国地方を単に中国と呼んだ例もある。その一方、マミヤ林蔵の資料を用いて、村上帝介が著作した、 マミア林造述村上帝介編、東立気候では日本と対致する用語として大陸を中国と呼んだ事例もあり、江戸時代までは中国という言葉は多義的に用いられた。明治時代の内村鑑三は広島人と山口人を中国人と呼んだ。一方現在混同しやすい大陸中国のことは、仏教界では古代インドが中国を称したチーナの看護役、シナ。 神官、真女を用いており、日本の仏教界でもこれらの用語を用いてきた。仏教界以外では、唐土の用語も用いられていた。江戸時代中期に、西欧での故障品への当て字として、仏教界で用いられてきた品が発見され、明治期以降、歴代の王朝名とは別に、地域的故障通時代、王朝的反証として、 大陸中国をシナと言い換えることが行われ、日本人にとっての中国は日本の中国地方の意味合いが強まった。文献上の早い例は、南朝、昭平四年、北朝、上和五年に、足利多冬が、備中、備後、秋、須欧、長戸、出雲、宝器、稲葉の八カ国を成敗する中国短大として見られること。 翌1350年に、孔子大が、足利忠冬討伐に、発行中国、1354年に、将軍義明が、細川雷勇に、中国京都退治を命じたこと等、南北朝時代中頃には、中央の支配者層に、現在の中国地方がほぼ、中国として認識されていた。また、中央政治権力にとって、出来が立ちあるいは、 敵方との寄港地域であった。天正10年には豊臣秀吉による中国大外資と称された軍団大移動もあった。とはいえ、この当時の中国の故障は俗称に過ぎず、日本の八地方制度の一つとして中国地方とされるのは大正時代以降である。大陸において中国と称する国が成立した明治末期において日本では、府県は、 行政上の区画とされており、地方区分は、当時、地理上の区画と呼ばれた、両政国の区分をもとに、五9八道が使用されていた。また、旅行業などを中心に、日本海側の省である山陰と瀬戸内海側の省で、ある山陽を合わせて、山陰山陽地方の故障を用いることもある。恩妙と称する事例もあり、特に、山陰と山陽を結ぶ交通手段については、 古くから引用連絡という語句が用いられている。東国に対して西国と呼ぶこともあり、現代では例外的となっているが、かつては多用されていた故障である。また、より広域的に四国地方と合わせて中国、四国地方と呼ぶこともある。中国地方の主要地形国際宇宙ステーションから見た、中国地方と四国気候は三陰と三陽で大きく異なる。 内陸部は、井戸の割に寒冷なのが特徴で、東北地方の同標高の地点より低い気温を観測する場合もある。山陰は、日本海側気候で、冬には雪が多い。鳥取県全域、島根県内陸部、岡山県北部の一部、広島県北部の一部は、豪雪地帯となっている。一方、山陽は、瀬戸内海式気候で、年間を通して、 雨が少ないが、山口県、広島県など西部では梅雨に断湿流の影響を受けやすく、大雨となることがある。赤稜山脈である中国山地が山口県東部から島根県南部、広島県北部を抜けて、鳥取県南部、岡山県北部まで伸びる。最高峰は鳥取県の大山で1729メートル。山地河川土地海岸鳥取県、島根県、 岡山県、広島県、山口県の5県より構成される。なお、行政上の管轄としては、気象庁は山口県を除き、海上保安庁は山口県西北部、国土交通省会事事務所は下関市を除く。便宜的に、兵庫県の南西部と北部を含める場合もある。順位、人口、割合は2015年国勢調査確定値による。 年齢5歳階級別人口2004年10月1日現在、推計人口総計、単位1000人。年齢5歳階級別人口2004年10月1日現在、推計人口男女別、単位1000人中国地方5県の主要都市を掲載する。上記以外の県庁所在地つくり山古墳山世域に、近畿で大和王県が成立すると、近畿に近い山陰山用の政治勢力は、 曹操と大と山東に参加した。当時の二大勢力圏であった山陽のキビ国や山陰の出雲国は独立性を保つ一方で山東権とのパワーバランスも保ち奈良時代にはキビ・まきびなどの交換を排出した。しかしキビ国の繁栄に危機感を覚えた山東権によってキビ国は分割され勢力を削がれた。10世紀の天行3年頃に 関東で平野正門が機内政権に対して反乱を起こすと、山陽では藤原住友が機内政権に対して反乱を起こした。鎌倉時代から室町時代にかけては村上水軍が瀬戸内海を本拠地とした。室町時代に観合貿易が取られるまでは瀬戸内海の海賊たちは和光となって朝鮮半島近辺で略奪を行った。 この地方は山陰は山梨、山陽は大内氏と赤松氏が南北朝の戦乱の中で強大な力を有するようになった。将軍、足利義満はこれらの力を半減させることに成功するが室町幕府の力が衰えると再び強大化し応仁の乱の一員となった。広島を本拠地に山陰山陽を制覇した。 毛利元成戦国時代のこの地方は、大内市、武田市、山梨、赤松市など、守護大名が戦国大名化したのが多かったが、京国市を下国城で追い出した天子市が、出雲の守護となる途中家国の大使となった。16世紀前半には、大内市が山陰山陽から北部九州にまたがって、勢力圏を伸ばし、その本拠地たる山口は、 最強と呼ばれるまでに繁盛した。大内義孝が守護大の東春方の謀反で自害すると、秋国人衆の中で勢力を伸ばした、毛利元成が当首や甘腰を滅ぼし山陰山陽を制覇した。毛利氏は山陽中南部の広島に拠点を定め、それ以来広島は山陰山陽に及ぶ広大な毛利氏支配域で、随一の都市となる。毛利氏はほとんど無傷のまま。 豊臣政権下でも、勢力を保った。ところが、慶長5年の関ヶ原の戦いで、西軍の石田三成が、徳川家康率いる東軍に敗れ戻り照元も、大阪城を退去すると、本拠地を広島から萩に移され、領地も東軍に内容した、吉川博家ずつが割れる予定だった巣を、長門の二国に削減された。このほか備前の浮た秀家も西軍に味方したため、 開域された。江戸時代になると、大償様々な大名が漁するようになった。主な藩としては、鳥取藩、松江藩、浜田藩、津和野藩、岡山藩、津山藩、福山藩、広島藩、岩国藩、萩藩,藩がある。このうち、鳥取藩や岡山藩の池だけは、徳川家康の血縁であり、福山藩は、徳川家康の母方のいとこである猛将 水野勝成を廃されるなど、幕府の信頼度も厚かった。ことに岡山と広島は、藩内経済の進展も手伝って、江戸時代後期には日本で十市に入る城下町へと成長した。原爆投下後の広島市外幕末から明治維新にかけての動乱期には、江戸幕府への敵対心を燃やしていた長州藩が終始、倒幕運動をリードした。このため、 長州藩は明治期においての日本政治界に多くの人材を生み出した。津和野藩は明治初期に清州や森外などの知識人を輩出した。欧米列強による植民地化が世界中で進む中、明治政府は不国強兵政策をとって植民地化を免れた。当時、朝鮮半島や中国にも近い山陽や北九州は、 経済や軍事における要衝ともなった。1894年に日清戦争が起こると帝国議会と大本営が臨時に広島へ移転し、これ以来、広島は平坦も置かれて軍需都市ともなった。また、広島近郊に位置する呉や江田島も帝国海軍の本拠地ともなった。この影響か、第二次世界大戦の終結直前には、 軍とたる広島にはアメリカ軍によって原子爆弾が投下され、岡山、呉、徳山、下関、福山などの当時の主要都市はのきのみ激しい空襲を受けた。高度経済成長期には、外して東日本で中央たる東京への人口流入が起こったために、山陰山陽では大きな地殻変動を招くには至らなかった。1970年代に、 田中角栄政権が地方への再分配を掲げると、山陰山陽でも交通網が整備されるようになる。山陽新幹線は、1972年に岡山駅まで開通し、1975年に全通した。また、高度経済成長期以後は、過疎と過密が健在化するようになり、山陰山陽を横断する幹線高速道路の一つである。 中国自動車道は、須山や新見、山寺などの山間部を経由するルートとして建設された。山陽自動車道の全通は、1997年末であった。これと前後して、1988年には、瀬戸大橋が、1999年には、島並海道が開通したものの、山陰と山陽の格差が大きくなる結果となった。さらに、 バブル経済が破綻すると、1996年、以後のデフレーションの進行や不良再建の処理、郊外型ショッピングセンターの流成などとも、相まって、地方全体が不況に悩まされた。近年は、山陽側の各都市において、再び後継期となる反面、山陰側の都市や中山間地域では引き続いて、厳しい状況が続いており、 早急な格差是正対策が求められている。平成19年度の中国地方の域内総生産は29兆8596億円である。これはアラブ首長国連邦の国内総生産よりも大きく世界で30位前後の国に相当する経済規模を有している。鳥取県では梨の栽培が岡山平野ではマスカットや桃の栽培が 広島湾などでは、カキの養殖がそれぞれ盛んに行われている。瀬戸内海沿岸には、軽重様々な工場が立地し、瀬戸内工業地域を形成している。このうち、重工業地帯としては、水島、福山、徳山などに見られる。また、造船業も盛んで、軍港であった呉市や港湾都市として栄えた下関市などに造船所がある。 製造品出荷額と中国地方は平野や盆地が狭く少ないため交通網の整備が遅れをとっている。高速道路は南北間の連絡線はジャンクション1階ごとに東西の幹線に入ってから再び連絡線に入る構造の路線が多い。さらに山陰、山陽間の連絡線となる高速道路は幹線国道から大きく外れたルートで建設されたため 利便性と地域間の連帯に乏しい現在は中国横断自動車道の広島と島根を結ぶ尾野道松江線、兵庫と鳥取を結ぶ姫路鳥取線の2路線が新直轄方式で建設中で、開通後は通行料が無料となることから、沿線の市町村では地域の活力向上に期待を寄せている。また、 山陰自動車道についても多くの区間が一般国道自動車専用道路としての整備が決まるなど全線開通に向けた取り組みが積極的に行われている。高速道路と同じく鉄道も南北間の移動には不便な場合が多い。主な路線としては白尾線や地図急行地図線などが主に使われるが地方内の移動よりも東京、大阪方面に向かう。 ルート設定であるため、場所によっては遠回りになることもある。実際、松江方面から広島方面に抜ける場合には、木曽線、芸備線経由の方が明らかに近回りであるが、列車の便数が少ないため、利用者は高速バスに流れている。この地方が抱える交通基盤整備の遅れは、経済界からも問題視されており、5県の県庁所在地層互換を可能な、 限り短時間で結ぶことを目的として在来線と新幹線を直通できるフリーゲージトレイニア広島西飛行場を中心としたコミューター航空網による新しい交通体系整備の要望が上がっている。国内旅客数は中国地方全体でここ数年若干の減少傾向があり2005年には700万の大台を割り込んで697.9万人。 年度となった。国際線旅客数は53.8万人。年度に及び増加傾向を示している。JR 線については、関門トンネル区間を除く全域が JR 西日本の経営となっており、在来線については、旧国鉄鉄道管理局の流れを組む岡山支社、広島支社、米子支社が地域別に置かれ、分体区域を管轄している。 なお新幹線については、新幹線鉄道事業本部が直接統括している。私鉄線は、一般的な鉄道、軌動事業を行うもののほかに、広島県内に、広島高速交通の運営する新交通システムと、スカイレールサービスの運営するモノレールに近い、交通機関が一路線ずつ存在する。広島高速交通の運営する路線のうち、 本通り駅新白島駅間は地下線であるが本通り駅県庁前駅間のみが鉄道事業の免許と地下鉄の建設補助を受けており国土交通省の統計資料ではこの区間に限り地下鉄として扱われている中国地方及び隣の四国地方も含めて地下鉄とされる区間が存在するのはここだけである旅客営業を行う私鉄はご県全県に 存在するが、内純粋な民間資本によるものは、市畑電車、岡山電機、広島電鉄、スカイレールサービスのみで、これ以外の事業者は国鉄、JR から、経営分離された路線の運営、建設が中断した未成線の開業、都市交通の整備、臨海工業地帯の開発のために、地方公共団体が一部出資して設立した第三、セクターとなっている。 施設の保有のみを行う第三種鉄道事業者及び鉄軌道の事業を行う公営交通は存在しない。JR 宇野線について2009年に完成した改良工事後は瀬戸大橋高速鉄道保有が鉄道施設の一部を保有しているが保有するのがあくまで一部であるため第三種鉄道事業者の免許は受けていない。公営鉄道については かつての呉市交通局が呉市電を運営していたほか、多摩の市営電気鉄道をはじめ複数例存在したが、いずれも昭和中期から後期にかけて廃止されている。西日本旅客鉄道一般私鉄専用線、貨物専用線中国地方各地で話される方言は、中国方言と雲博多ことに分類され、どちらも西日本方言に属する。アクセントは、ほとんどの地域で、 東京式アクセントであり、よると、トルによるアスペクトの区別や、理由の接続女子、剣、形が特徴的である。三院方言と三様方言で対立する要素もある。野球サッカーラグビーバレーボールバスケットボール卓球、ハンドボールソフトボールアメフトホッケー陸上競技。ありがとうございます。